猫？招き猫？ありがとうございます、嬉しい。しゅうかちゃんありがとう。ブーさんもありがとうございます。かわいい。万太郎さんありがとうございます。ロコータさんありがとうございます。ロコいますよ。音符さんありがとうございます。なんで今日撮ってなかったのか理解せん。いやいや、次のシングルでまた会いましょう。確かん、たくさん会いましょう。ちらっさんありがとうございます。おいしかつさんありがとうございます。社長さんありがとうございます。おまささん服ありがとうございます。リップかわいい。リップ赤です。今日メール来た。え、早い。さっき送ったばっかなのに。鳥さんありがとうございます。ゆうちさんありがとうございます。メール早い。本当にみんな届いてる。よかった。前髪は78点かな。雪降ったの見れなかったの。あず、こんばんは。こんばんは、コムロックさん。メール来た。え、早いね。みんな来たって言ってくれてる。あ、うな重ね食べましたよ。お一口ユナからもらいました。けどあんま分かんなかった、一口だから。あずはなんかまずうな重がなくて、そう、もうだからお肉食べました。前髪パツン、そう、パツン。ちょっとやだ。そう、焼肉の方食べました今日。ケムさんありがとうございます。コジさんありがとうございます。カスさんもありがとう。うなぎでも一番人気だったのは牛タン。牛タンとカルビのお弁当とうなぎがあったんですけど、牛タンはすぐなくなっちゃったです。食べれなかった。よしさんありがとうございます。小日向食べてたわ。小日向牛タン食べてた。ありがとうございます。そう、今日は全部美味しそうだったの。全部食べたかったけど、私はカルビどうにしました。マコブさんありがとうございます。クマクマありがとう。話しかお疲れ。いやー、ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。一部からだから、え、でも一部の時にはねお弁当置いてなくて、多分二部ぐらいからお弁当出されるんですよね。だからちょうどねなくて、3部終わってからしか、そうそうそう、食べれなかったから売り切れとかがありました。ケータリングはいつも、今日はマカロンでした。マカロン食べた2個、チョコとバニラ食べました。あ、そう、フランボワーズとバニラ食べました。美味しかった。豊黒さんありがとうございます。マカロン美味しい。マカロン美味しいよね。わかる。マカロンか、そう。マカロンちゃん食べました。アイスめっちゃ美味しかった。チョコミントと、なんかね、チョコだけどチョコじゃない、なんかね、ただのチョコじゃないサーティワンのアイス食べました。あずき好き。あずき最近ね、え、最近普通に好きです。食べるか。豊倉さんありがとうございます。大輝さん、今日あずのカレンダー、お、でも今日お話し会とかでたくさん皆さんカレンダー見せてくださいますね。
嬉しい。そういっぱいみんな飾ってくれててすごい嬉しかったです。ありがとう。マコブさんまたありがとう。クマクマありがとう。カスタードはねたい焼きに限る。たい焼きは好きより絶対カスタードだけど、そうカスタードね、わかんない、カスタードより生クリームそうクレープで、クレープはさカスタードか生クリーム選べる時とかあるじゃん。それは絶対生クリーム。カスタード、カスタードってちょっと重いよね確か。だからたい焼きはめっちゃ美味しいけど好き。オンライン緊張しすぎてごめん。全然面白かった、新鮮で面白かったです。たこ焼きは何、たこ焼き、たこ焼き何味、えでもピザのなんていうの、ピザトマトソースみたいのにウインナー入れてチーズ入れるのも好きです。そうそうそう、あれ美味しい、買った、そうこの間やってみたけど。でもソースが、ソースは安定ですよ、安定に美味しい。タイミング合えば行きたい、ぜひ来てほしいです。お話し会みんな会いに来て、63枚目シングルの、そう受付もう多分始まってる、今も受付中なので、明日までか、明日までなので皆さんぜひ。4部4第 4時販売かな。洋次さんまたありがとうありがとうございます。選抜のアジュに会える、そう選抜のシングルですね、会いますよ、みんな会いに来てください。そういえばそうですよ、初めて来てくれる、え嬉しい、ルイさん楽しみ、待ってます、待ってますよ。遊びに来たよ、おたくさんハートありがとうございます。おーちゃんさん、マスオさん、ヌーマーさん、おーちゃんありがとう、みんなありがとう。昨日朝話した時間ね、あっという間だったね、もっとお話ししたい。初めてヤギさんの部を買いました、あタカさん嬉しい、ありがとうございます。真顔サブありがとうございます、会える、3月3日が、嬉しい、たくさん会いに来てくれ、待ってます。3月3日、あれ3月3日、3月2日、3月3日、あ、嬉しい、ありがとうございます。3月3日っての6部か、嬉しい、ありがとうございます。ニュースキーさんありがとうございます、あとキュゴロさんもありがとうございました。おすすめやっぱり誕生日直後、そうですね、でもあの、ね、誕生日直後の23日のオンラインは結構あの売り切れ続出して、もうありがたいことに、そうで一部は今残りわずかになってて、でなんだっけ、一部2部と5部だっけが完売したんですね確か。そうそうそう、2部と5部が完売して、1部は残りわずかになってて、あと残り3部、あじゃあ4部だ、4部の写真会があるんですけど、その写真会は残りわずかまでもう少しになってました。なので皆さんその1部と4部ぜひ来てくださると嬉しいです。まだはい購入できるのでぜひ会いに来てください。嬉しい、みんな誕生日お祝いしてくださって本当に嬉しい、ありがとうございます。お話し会ありがとうございました
挨拶だけ今年もよろしく、よろしく。サッカー楽しんで。そう、19歳なりたてや。ワンショット。そう、ワンショットですね。楽しみに待っててください。なんか、なんだっけ。迷う。生誕 T シャツ一部ぐらいどっかで着ようかなとか思ってます。23日、あの月と黒のやつ、そう一部だけ着ようかなって思ってます。確かにそう、一部はさ、もうさ、お誕生日になってほんと一番最初の部だから、そう嬉しい、着てくれたら。待ってまーす、待ってまーす。さあ、だしメッセージとサイン書けるので、19歳初サイン皆さんゲットしてください。ぜひ写真もお願いします。 T シャツ買った、あ嬉しい、ありがとうございます。 T シャツ後押しです、あ嬉しい。神尾さん、ありがとうございます。あといつになったらサイン当たります。絶対次当たる。あ、現地できて、嬉しい、ありがとうございます。サイン欲しい、あ、来てほしい。絶対当たる、当たります。もう当たるって思ったら当たる。でもさ、サインって本当にめっちゃなんか毎回当たる方もいればとかありますよね。本当に当たんない方もいたりね。運なんだね。大悲しいことに。みんなゲットしてほしいな。そんなことないと思うけどね。初めてオンライン、あー確かに、コモロクさん結構現地のイメージある。え嬉しい、オンラインでお話できるんですか。待ってまーす当たらない人です。当たります。ダメです、そう思ってるから。当たります、絶対。サインありがとう、イエイイエイイエイ、書きましたたらない、基本一枚あって安心。あ、よかった。現地も嬉しいですよ。僕もサイン当たりますよ。もちろんですよ、当たりますよ。毎回気合い抽選してる。嬉しい、ありがとうございます。次のシングルこそ、ぜひ当ててくださいね。サインとか、あずね、絵描いたりもするから楽しい。でそのために、そう次のシングルはね、ちゃんとあのいっぱい色を使いたいなって思ってペン買いました。色のついた。なので皆さん、イラストとかなんかリクエストがあったら、その時言ってもらえれば描きますあずあずちゃんさん、ありがとう。たた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 、ありがとうございます。絵上手なの？絵上手くないけど好きです描くの。なんか見ながらとかだとめっちゃね可愛く描ける最近。みんな。ぜひぜひゲットしてください。好きになってもいいです、もちろんです。好きになってくださいよ、ぜひ。好きになって、今ホワイトボードに書いて、書くことない。なあず、ホワイトボードさ、あっちやねん、書くものがあっちやねん今。
ぜひ。あずきちゃんめっちゃ絵心、嬉しい。そうペンギン喜んでましたよね、嬉しい。そうペンギンちゃん描きました、ペンギンヒップさん可愛く描けたかもしれない。壁に描きたくない、嫌ですママに怒られちゃう、何やってんの言われちゃう。あゆちゃんのイラスト、ぜひぜひ皆さんゲットしてください。 X のアイコンに、嬉しい。いつかバーンショートサインやってたい、絶対当たり、当たるよ、絶対当たる。顔に描いとく？顔に描く？顔ならいいかもしれない、ちょっとありかも有な、マジか。キューゴロさんありがとうございます。バライラストあかん、やめなって止められました、やめなって止められましたキューゴロさんありがとうございます。すごいたくさん咲いてる。あキューゴロさんね、あでも言わないでこいいや。撮影寒かった、めっちゃ寒かった、今日もめっちゃ寒かった。まつげめっちゃ上がってる、上げました。でも今日ちょっとねあんまうまくいかなかった、まつげ。いちごおいしかった、いちごめっちゃおいしかった。ゆうたろうまんま、ゆうたろうまんさん、ロンロンまんさんいつもまんまんかロンロン迷うけど、ルーたろうろんまんさんありがとうございます。だるまありがとうございます。あやばい、もうちょっと今日はとらそうカルビ丼食べました、美味しかった、めっちゃ美味しかった。タレとかね美味しかった、ドバドバかけて。松葉なしでそう上がります。松葉ね前やってたんだけど、なんかすごいね松葉ダメでした、あずだからね、してないです、うん、今日は70、そうそういっぱいあった、美味しそうだった、今日全部美味しそうだった、ご飯。松葉合う合わないっていうか、松葉はねそう最初はめっちゃ綺麗で、あーすごいって楽だって思ったけど、その取れかけの時が一番やばくて、もう あっちこっち行ったりしてもうすごい最悪なんです。だからそうもうマスパ、まあ、しないですね今のところ。これはホットビューラーと普通のこのビューラーで上げてここまで来てます。そう、まつげバラバラになるよね、わかる。まつげ好きだからよく見ちゃうけど、嬉しい、ありがとうございます。そう、最近束にしたりちょっと綺麗に頑張ってます。話し会はいつがおすすめですか？
お話し会はね、次のシングルですよね。次のシングルは23の1部と4部、あ、そう、ん、そうか、とあと3月の最初の、一番最初の3月2日と3月3日とかは来てほしいかも。3月3日とかね、ちょっと綺麗な服着ようと思ってるので、ぜひぜひ。そう、しかも3月2日とか多分もう新曲も MV もいろいろ、なんかいろいろ解禁された後に多分ある握手会の初回だから、いろいろね喋ることがある気がするから、いっぱいお話できたらいいなって思います。すでにアズト、う、昨日あったけど、確かにね、もう不足だよね、わかる。でもその気持ちめっちゃわかります。わかるよ。3月までどう生きるか、ちょっとそれ考えようまた考えよう、それ。次アズト、そうだね、みんな悲しいね。2月しんどい、わかる。2月しんどいのわかるよ、わかんの。直樹くんありがとう。新曲どんな感じって言えるわけないでしょうが言えるわけないでしょうか。でもいい感じです。楽しみにしてほしい、ぜひ。いい感じなので、ウィバースに動画載せて。やば、あずやばいことしようとしてるじゃん、それやってたら あずこう見えて口固いんですよ皆さん。そうやって口を滑らそうと思ってるだろうけど、口固いんですからね。匂わせしてたんですか、柏木さん。どんな匂わせしてたんだろう。口軽そう、そう見え、まあ見える、見えるか。でもまずめっちゃ口固いよ。でもさ、もうさ、言って3月後半、3月20そうぐらいに発売だからさ、2月の中旬とか後半ぐらいには MV 公開されるよね多分。だからみんなちょっとあと1ヶ月、1ヶ月待とう1ヶ月待とう。あ、ガスさんありがとうございます。すごい長い長いの来た。地上波で見れますよ。MV 楽しみね、楽しみ。ありがとうございます。ありがとうございます、カスさん。そうそうそう、万が一いっちゃう。嬉しい。今日の私服は古着に中にちょっとこういうなんだっけ、長いの着ました、黒のかわいい。ツインテールしたの今日初めてかも。そう、あのお話し会とかでは、だから次のシングルとかでもツインテールする日をもう決めちゃおうかなって思ってます。今度そう、やっぱツインテールの日に着たいっていう方もねいらっしゃるので、決めようかなって。ゆいちがおるだって。
まずは見つけられないぞ。あ、いた。絶対これ。あ、嘘、いない。絶対これだと思っ、あ、ほら来た、あずき。変なアイコン。また唯一だからね。あの、やっほー。さっきぶりや。メイドの時、あ、そっか、してたわ。あ、それ知ってたわ。メイドの時してた。確かに二つ結びしてました。一回してたわ、してたわ。そう、お洋服、今日はちょっとね、いつものアズっぽい服でした。いつもね、なんかお話し会の時は結構可愛い服とかを着たいなって思って、そうし、そう、そう、好きだしね、普通に好きだし。でも最近は結構ね、ラフな格好でお外出ることが多いので、ちょっと今日はその感じでいつも通りのアズをお見せしました。それプラスツインテールで登場しました。でもさ、次ツインする予定あったっけ。え、ツインテールの日あったっけ。あるあるある。なんかさ、あのうさぎの時する気がする。多分書いた気がするわ。じゃあその日だ。その日オンラインだったっけな、確か。今日もミニス、今日はね、これがワンピースになってんです。これ結構長いの。そう、だから、そう、それ来ました。配信でもついはちょっとやめときます。ちょっとやめときます。そう、さっきロケあったからそれで外しちゃったのもあるけど、そうそうそう、今日全身撮れなかったんですよ。そう、ロケの時間が、そう、サインとか私居残りして書くんですよ結構。それしたら、あの、ヤギさんもた、あの、来てますみたいな、タクシー来てますよみたいに言われて、あ、やばいやばいやばいってなって、自撮りだけして出たんです。なので今日全身撮れなかった。昨日も今日もバタバタしてて全身撮れなかった。悲しい。だからこの服着た時また撮ろうって思います。お待ちください。サイン、サイン気持ちよくなって、そう、サインはね、たくさん一人一人違った分をちゃんと書いて、絵も書いて。最近ね、ハートちゃん描くのハマってるんです。ハートちゃん、なんか私のサインってここに顔があるんですよ、まつげのついた、なんかこういう、わかるかな、目でハートのサインなんですけど、それのここのハートの部分の子を描くのにめっちゃハマってます。多分描いてる方には描いてると思います。ハートちゃん結構書いた。そう、ハートちゃんっていう子がいるんです。めっちゃね好き。なんか書くの見たことある？本当に？ほうほう、そうそう、そうそう、だからぜひ。かわいい。あー、かわいい、ありがとうございました。何？かわいい。アイセットニーナイスさんか。ありがとうございます。オリジナルキャラ、そう、オリジナルキャラみたいな感じ。アズのサインの顔をポーンって足と手を生やして。そう、やってますね。ヒゴロさん、ありがとうございます。エイリアン、ありがとうございます、見てくれて。しおりんぽさん、ありがとう。
サインはね、サインは結構早い、すぐサインはすぐ書けますね。うん、5秒とか書けるけど、そうやっぱメッセージとかあれが悩んじゃってしちゃうんですよね。残り水曜日公演、待ってます。水曜日公演ありがとうございます。お待ちしてますね。そうか、公演か、楽しみ。久々だな、ちょっと愛ちゃんのサイン見たいな。そうなの。でもチキだけ持ってるよね、確か。昨日お話が、ありがとうございました、よしさん、嬉しい。ありがとうございます。ファンレター送る、嬉しい、待ってます。嬉しいです。読みます、絶対。今年中に、全然、まだ今年始まったばかりなので、いつでも読みます。ありがとうございます。嬉しい。俺がサイン書くのは何よりリクエスト。嬉しい。そっちの方がでも嬉しいかも。すぐ書ける。お任せも全然いいんですけど、そう言ってくれたらすぐパッて思いついて書いたりできるので嬉しい。どっちも嬉しいよ。でも全然かっこいい。ありがとう。リクエストしちゃって全然いいです。何でも書けることなら全然何でも書けます。ツニンバージョンの昔来てくださったのかな。嬉しい、ありがとうございます。楽しみにしてください。似顔絵描いてほしい。もちろん似顔絵とかも全然描きます。でも怒んないでくださいね。サインは AKB、 そんなわけ。サインは AKB 入ってから考えましたね、みんなで。あずずこんばんは。こんばんは。のりさん、もうないのかな、目の前でサイン。そうね、目の前で書くよね。確かに懐かしい。あれ、あの時めっちゃ緊張してたなって思い出しました。今ちなみに公園おすすめの市場、上手が真ん中です。僕隊も上手が真ん中です。でも一人で考えました。一人で考えたけど、みんなここで考えてたけど、同じ空間で考えました。こういうのどうかなみたいな、たまに相談したり、そういうのぐらいはしました。下手が好きです。なんかすいません、上手の女で、すいません。私本当に上手多いんだよね。なんか全体的にね、フェスも結構上手多い気がするかも。なんか上手女なんです私って。パパにもよく言われる。アズって上手多いよねって。上手多いんですよね。軽蔑、嬉しい。軽蔑アズも大好きです。軽蔑めっちゃね、そう上手はお見送りが早い。確かに。お見送りは下手行くことも全然できますよ。
お見送りはね、どこにいる時もあります。下手に全然いる時もあるし、上手にいる時もあるし、真ん中にいる時もあります。そう、それはあんま関係ないかも。だから成り行きでみんな一列になります。あれはお見送りの順番、そう、決まってないんですよね。毎回ランダムです。ランダムで、そうそうそう、なんかオンデマ一番、そう、オンデマやる人は多分大体下手になることが多いけど、他はね、あっち行ったりこっち行ったりしてます。みんな決まってないです。うちは見えましたよ、小室子さん。見えました。気づいたかな、逆にそう、気づきました。ね、9月に入ったきり、うわー、じゃあだいぶ来てない。ぜひいつかね、近くに、東京に来た時はぜひ来てください。原からさん、ありがとうございます。ゆきさん、ありがとうございます。金のだるま、ありがとう。ハイちゃん、おいしさん、ハイタッチお見送り、ハイタッチお見送り、え、素敵、素敵な制度、いいですね。ヨウジさん、ありがとうございます。ドルドルチュ、ありがとうございます。そう、10年前、だいぶ前なんだ。今日は1時間ぐらいやろうかなって思ってました、はい、もうさ、待って、あと9時半に始めたよね。え、もう40分経ってんの、早っ。お正月めっちゃお餅食べた、めっちゃお餅食べた、もうね、やばいぐらい食べた。握手会が待ち遠しい、待ち遠しいね、わかる。大輔さん、ありがとうございます。え、チラッチさん、ありがとうございます。何、なんかすごいいつもと違うけど、何これ、金、え、なんて、服の金のタワー、ありがとうございます。焼き上ゴールドだ、ありがとうございます。昨日もありがとうございました。次のお話し会までね、ちょっと長いけど、また待ってるから。光ってらっしゃる、本当にね、光ってらっしゃる、いつもありがとうございます。本当にこの前教育聞いた、そんなそんな、めっちゃおもろかったけどね吉か大吉で争ってる時に今日出たからね、おもろかった。次さんがね、3月遠いね、本当に、あー遠い。みんな来てくださいますか、会いに。このヤギ小豆に会いに来てくださいますか。はーい、行かない、やば、おうちゃん行かない、やば。でもいつも来てくれるから、きっと来てくれると信じてます。行かない、え、嬉しい、ありがとうございます。絶対会いに来てほしい。63枚目シングルの期間たくさんね
あの皆さんにありがとう言いたいし、これから頑張ろうみたいなことも言いたいし、大事、本当に大切なシングルだと思うしね、みんなに感想とか聞きたい、いろいろ、そう、楽しみなこと多いから本当にこれからは絶対行く、ありがとう、ファミも楽しみ、わかる、 DD だけど全然いいです、来てください、好きで行ってくれてたら嬉しい。ありがとう。そうでも結構皆さんがさ、あの来てくださ、会いに行きたいって思ってくださってるおかげで、残りわずかもまでもう少しが5個ぐらいありました。はい、5部ありました。と残りわずかもあの1個増えたし、本当に皆さんありがとうございます。3月のオンラインと握手会がたくさん来てくださって、皆さんでもさ、やっぱ4月とかさ、あの4月とか5月だと全然まだ分かんないよね、みんな予定が、多分そうだよね。そう、握手会はね3月3日の、ん？違う、そうそう、あれいつだっけな、3月2日だっけのどっかが確か残りわずかまでもう少しだった気がする。あとでお話し会の、そう、残りわずかもう少しとかなんかそういうのを出すので、写真と一緒にチェックしてください、ポストします。ちょっと早すぎるよね、みんなわかんないよね予定まだ、ね、だから3月はそう、皆さんは予定入れてくださってありがとうございます。アスカちゃんありがとう、仕事疲れ、チェックします、ありがとう、チェックね、そけ先の予定わかんないもんね、みんな、そうだよね、3月は大好きな月です、春だし。あ、ありがとうございます、ミラーボール、ありがとう。ねえ、さっきありがとう、お疲れ。今日のリップありがとうございます。アズの誕生日3月好きになりました。嬉しい。でもアズも3月あんま好きくなかった、前は花粉がいっぱいだったから。そう、なめこさんと同じだ。そう、でも今ね最近ね、なんか花粉症治りました、一昨年ぐらいから。なんで、え、治る、全然マシになって、ちっちゃい頃もっとやばかったけど、え、本当にもうね、もう目が真っ赤でこっからここぐらい全部赤いとか、そういうのありましたね。でもそう、全然ね、目は痒くなんなくなりました。うん、どうやって治したんだろう、わかんない、何なんだろう、なんで治ったのか、あずもわかんない。え、17の公演だった、え、嬉しい、すぐじゃん、え、すぐ会えるじゃん、知らなかった、嬉しい、ありがとう、やっとだね、やっと会えるね、変わったの、どうなんだろう、わかんないけど、でもくしゃみはめっちゃ出る、くしゃみは出ますね、目は全然痒くなくなりました。
20日も出たの公演。20日で今後か、嬉しい、来てくれる、いっぱい投げる、え、嬉しい、ありがとうございます。ぜひお待ちしております。アズのくしゃみは普通です、めっちゃ普通。したことないっけ配信で、くしゃんくしゃんって感じ。土曜の声当たってくれ、土曜日しかもってことは土日だからあれってことかな、昼夜公演ってことですかね。お、昼夜公演だって、嬉しい。え、久々じゃない、あずもしかして。じゃあ昼夜公演ね、久々に2回公演だ、楽しみ楽しみだね。それは全力で振ってください、ぜひ。見つけるね。ゆうごろさんありがとう。11公演全然当たる、全て今季で来てほしい。当たる確率上がるかも。上がるよ。まずきちゃんのパフォーマンス、え、嬉しい、ありがとう。体力あります。でも昼夜公演久々だから心配、でも楽しみ。よくエリザベスさんありがとう、お話し会もありがとう、愛してるって叫びたいです。あ、この間この間してくれたね、それ言うの忘れてた、お話し会で言おうと思ったのに、フェイントの前にちょっとね面白かった笑ってた暗いうちに、でも一気にちゃんと頑張って真顔になりました。20日は予定あるから、その土日だもんね。水上すごい楽しそうでパワーする、嬉しい、楽しいですもん、踊ってんの、踊ってパフォーマンスするのがすごい好きです。ピンポン玉いつか成功させたい、ぜひ成功させてください。ペンギンさんありがとうございます。でも無理はしないで、はい、難しいからね、あれ。自分のファンのこと好きですよ、そりゃもうね、私のファンの方みんないい方だから、本当に本当にみんな大好き、みんな大好き。好きですよ、めっちゃ。ピンポン入んない、グラスの縁回ったよ。うわ、みんな欲しい人じゃん。ねえ、あれ難しいよね、あずも入んなかったし。ねえ難しい、でもさ、あれまあ運だよね、ほぼ。この間入ったの奇跡、お奇跡。好きです好きです、あずも好きです。ピンポン玉何、ピンポンは何ぐらいと、え、今までだと分かんないけど、でも多い時とかは、うん、多い時とかは全然めっちゃ多い。でもあれ人数が限られてるんですよね、確か。私は5人とか6人くらいが一番多かったかな、確か。6人か、6人が私の最高ですね。10人まで、そうだよね。あ、ありがとうございます。ミラーボール誰だろう。
ありがとうございます。しかも長いし。え、なってない。いないいない。あ、サイさんありがとうございます。ミラーボール。ありがとうございます。ゼロ人の時ある？ゼロ人の時はね、私はね、あんまないかもしれない。本当結構皆さん成功させてくださるので取れますね。さゆさんありがとうございました。こメンバーして、メンバーは指定できると思います。チキ取りたい取りたい。うんだな、あともやりたい。カッツンさんハートありがとう、たくさん。カッツンさんもありがとう。ツーショット恥ずかしい、恥ずかしい。じゃあ恥ずかしかったらマスクもできるから。恥ずかしくないよ。でもイエーイですよ。最初にメンバーして、そうだよ、ね、あ、最初にメンバーしてしてからチゲするのをあれやるんだ。すごい、そういうシステムなんだ。おだえりさん、マックさん、そうなの。5人はね、ある、全然。6人ぐらい、なんか10人ぐらいだったっけ。8人とかだよね、マックス、多分、分かんないけど。すごいよね、みんな。そう、なんかでも本当に上手な日、みんなが上手な日があるんですよ、きっとみんなが入りやすい日があるのかな。一気に多い時多いからすごいよね。アルバムで懐かしい。すごい、そんなの。次シャイズメンバーのもと友達になります。友達になってください。多分ね、撫でたらいける。こうやって撫でるのそんな生き生きやってたら早くしてくださいって言われちゃうか。アッシーさんありがとうございます。絶対成功です。成功させようね、絶対に成功させようねってありましたよね。コツつかんだら成功しそう。成功できるきっと欲が強すぎた。逆にね緊張しそう。そうだよね。お、残り3分。じゃあ28分になったらランキング読みたいと思います。早いことに、早いことに今日は1時間なんです。明日も予定があるので頑張っていきましょう。まずね、でもね、もうお話し会のやつね、下書きね作ったから、多分押すだけだから、あのめっちゃ早く打ってるわけではないです、いつもそう、この間めっちゃ早くさ載せてさびっくりしたって言ってる人いたけどね、仕事早すぎって言ってる人いたけど、まず準備してました。
ショールーム始まる前に準備して、ショールーム終わったら出そうって思って、そう1分ぐらいで終わらせたよね。ちょっとちゃんとした文なのに、いっぱい書いてあったのに、あれ1分じゃできないよねってやつやってましたよね。28分です。じゃあランキング見たいと思います。 GO! 大きい声出すとさ、すぐ咳出ちゃうんだよね。なんかあれ、なんか出ない、ちょっと更新されない、ちょっと、あ、来た、多分来た、これだよね。じゃあオッケーオッケー、じゃあ行きます。はい、はい、13位、ナオキクス、な、やばい、一人目から噛んだ。13位、ナオキくんさん、ありがとうございます。コギミンおじさん、え、コギミンかわいいよね、わかる。そして12位、大輝さん、ありがとうございます。そして11位、鳥さん、ありがとうございました。そして10位、さましろかすさん、ありがとうございました。ありがとう、カスさんもたくさんお話し会とか。そして9位、ヨウジさん、ありがとうございます。そして8位、シュエモさん、ありがとうございました。たくさんありがとう。そして7位、あずちゃおしさん、ありがとうございました。2日間ありがとうございました。そして6位、ペンギンヒップさん、ありがとうございました。トンカチャンズ、トンカチャンズ、ありがとうございます。1番。そして5位、豊黒さん、ありがとうございました。今日もありがとう。そして4位、サイさん、ありがとうございました。2日間もありがとうございました。サインも書きました。そして3位、九五郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。日頃さんもありがとう。そして2位、マッコブーさん、ありがとうございました。おんぷちゃん、マッコブーさんもありがとう、このシングル。そして1位、ハーズにハートに抜かれたジラチさん、ありがとうございます。ジラチさん、ありがとうございました。本当にこの62枚目で出会って幸せです。ありがとうございました。3月まで忘れないよ。じゃあみんなまた、あ、スクショタイム、どうしよう、ありがとう、あ、間違え、62か。待って、62や。感謝。手逆って言われた。こっち？こっち？本当に？え、こっちなんだ。ありがとうございました。また逆？今の正解ありがとうございました。じゃあみんなバイバーイ、バイ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 。